はいさい、はいさい、今回ですね、はい、なんとですね、モリモリさんがカレー好きの僕に、お、なんかおすすめのお店があるということで、そうなんですよ。こちら小宮食堂。あ、小宮食堂。小民家って読まないんだ。ね、小民家と思ったけど、うん、小宮食堂っていう。皆さんご存知、成川工業の隣ですね。小宮食堂。皆さんご存知。結構使うんですね。みんなステンレス。あ、そうですね。結構ステンレスね。皆さんご存知、成川工業の隣にあるんだけど、はい、時計が見てあれ。あ、すごい。沖縄なんか学校っぽい。学校っぽいっすね。学校の時計、昼頃ということでね。そうですね。なんか時計止まってるよこれ。11時止まってんの。止まってますね。11時ピタシに止まってんの。小宮、今回あの時計を復活させるっていう。いや違う。今日こちら美味しいカレー、はい、カレー、ひっちゃんがカレーとソーキが好きなんですよ。おー、はい、ってことはカレーとソーキそばを食べるってことですか。そうですね。おいや絶対食べきれない。半分ずつ残しますよ。建物も綺麗だね。こちらですね、入ってきますか。じゃあ、はい、雰囲気がいい。なんかいい匂い。昔の沖縄かな。体温低く。体温が低く。寝入りに消毒。オープン。おでこ成功です。一発成功。なんかお家に帰ってきたみたい。あ、ここで。そんな感じですね。ありがとうございます。お家っぽい。なんかすごいね。すごいですね。看板が。本当だ。瓶とかも懐かしくないですか。本当だ。昔ながらのやつがある。本当だ。昭和。すごいね。木ですか。すごい、これ。すごい。何これ。階段なってる。すごい。上にも行ける。行こうと思えば。すごい。もともとこうだったってことですか。ん？内地からこの建物のあれを持ってきたってことですか。そうです。あ、そのまま。あ、すごい。なるほど。あ、じゃあ分解して持ってきたんだ。すごい。あ、すごい。ね、昭和感あるね。あ、待って、これ2回行けるの？もしかして。2回行けるわけよ。面白い。じゃあ、漏れなく怒られる。だけど、そこはちょっと違いますねって。普通に考えて分かりますよね。言われる。そう、メニューを見ていきましょうか、ね。日替わり弁当みたいなのがあるね。1日分たっぷりの野菜カレーってのがあるな。コーヒードリンクつけてコーヒーティー青汁から選べますって書いてある。で、モレモレさんが言ったのはこれランチタイムとかではなく、うん、これかな、ブラックソーキそば。あ、違うな。カレーカレーって言ってたよ。カツカレー、これだ。炙りソーキカレー。 おめっちゃうまそう。これこれっすね。ソーキとカレーが合体してるっすね。やば、贅沢すぎ。これ美味しそうじゃん。ちょっとドアップしましょう。やば、うん、美味しそう。これご飯もなんか白じゃないですね。なんか赤飯みたいな。赤飯みたいなと、はい、白米どっちか選べるですね。そうなんだ。小宮そば定食もそうだ。あ、混ぜそばもあるね。築130年の古民家を移築、要は移して。あ、やっぱりじゃない。作りましたって書いてますね。持ってきたんですね。何か持ってきたんでしょう。日本昔話って感じなんですか。こっちすごくないですか。こっちね。あ、何が入ってるの。救急箱みたいな。あ、やばか。ウルマとかありますよ。あ、オリエンタルカレー。わかるんですか。わかるんです。なんか聞いたことあるけど。お、すごい。オリエンタルカレーってあれだよね。売ってるよね、今でも。売られてるんですか。うん、すごい、これ、うん、やばくないですか、ミルク。ん、おい。あ、もうチーズなってんじゃない。ブルーチーズなってるぞ。すごい。東京キットって。これあれだな。味噌のひばり。味噌のひばりのデビュー作品。すごい。有名な。ガチガチもん。だと思いますよ。あ、鍋もできる。あ、ここでできる。おー、すごい。すげえ。さっきの写真見したけど。これこれ。きりたんぽ鍋できるって、こういうふうに。あ、そうなんだ。真ん中できりたんぽ鍋。おー。できるって書いてある。あ、早速ブラックソーキそば来ましたね。ブラックソーキそば。あ、小宮そば。小宮そば。すごい。すごいっすね。すごい。すごい。すごい。これでこう食べて、これで流すって感じですね。青汁だ。うん、プラマイゼロ、青汁。紅生姜も食べきれないことありますね。ほんとっすね。唐揚げもついてますね。あ、ほんとだ。唐揚げこれ。あ、ストロー。満足いく定食ですね、これ。ストローじゃない。この沖縄そばもまた3枚。ストローこれ使うんですか。寄った系のブラック
あ、肉、ニンニクの匂いがすごい。すごいっすね。あ、ブラック。ニンニクの匂いがすごい。焦がしニンニク。ブラックペッパーイラーってことかな。これが10個目。おー。あ、すごい。鉄板、これフライパンがついてる。ほら、鍋がついてる。おー。鍋がついてる。こう流し込みってことこうやって。カレーは飲み物ってこと。カレーは飲み物。熱いよう言ってるみたいな。玉ねぎとピーマンですね、具材は。あ、すごい。玉ねぎとピーマンとソーキっていう感じですね。いや、美味しそう。楽しみだな。そしてちょっとカレー足りないよと思ったらこれ入れるんでしょうね。あ、うわ、でピロさんは沖縄ちゃんぽん。沖縄そのピロちゃんぽん好きよね。あ、そうなんですか。はい、好きっす。ピロさん野菜系好きっすね。野菜系、あ、健康に気を使ってます。あ、健康に気を使って大盛りかとか、ね、健康に気を使って大盛りっすか。大盛り関係の大盛り大盛りっすね。大盛り、じゃあお願いします。いただきます。はい、はい、いただきます。いや、早期カレーの前にサラダ。サラダ、サラダから食べるようにしなさいっていう教育で育ててきてるから。すいません。そして袖はこうめくれて育ってきてるんで。いただきます。うん、ごま、ごまサラダですね。ごまドレッシング、ごまドレッシング、おいしい。ピロさんのいただきます。ピロさん、ご飯食うときは時計外すんですね。はい、あ、じゃあごめん、こう手首の返しが。スナップ効かさないといけないですか。はい、スナップ効かさないといけないので先にいいですか。うん、いいですよ。いただきます。はい、うん、うん、最高、やばっ。うん、卵のトロトロがなんとも言えないですよ。マジですか。半熟具合。うん、好みですか、味付け。好みですね。ちゃんと野菜一つ一つに味が行き渡ってて、うん、うまっ。もうこのポークがたまんないですね。食べます。カレーといただきます。はい、あ、おっ、うん、カレー、ソーキとカレーさんおすすめの一緒にいただきます。おっ、あは鉄板だからね。熱っ。あ、これ美味しい。うん、ソーキ柔らか、合いますね。ソーキにも味があって、うん、カレーにも味があって、カレーとソーキって初めてですね。ベストマッチ。もびっくりして食べたら、うわ、すごいと思った。なんかマジで美味しい。リブステーキ食べてるみたいな感じ。そうですね、リブステーキに近い。ちょっと辛いのびっくりしたな。中辛ぐらい。うん、そのカレーじゃなくて、うん、あ、暑かった。あ、ごめん、暑かった。もう辛いって言ってた。だから辛さは普通。あ、辛い。中辛いかかな。うん。本当にこの肉のね、あ、ソーキやんこれ。うん、中辛だね。辛さはそんなに。でもこれに骨入れるんですよね。あ、なるほどね。うん。ソーキを剥ぎ取った後に、うん、そうだ、全部入ってる。カレーソーキ、あ、おみさん、小宮そば行っちゃっていいですか。小宮そば行っちゃっていいですか。うん、手びちやば、いただきます。うわ、手びち、めっちゃうまい、これ。あ、ちなみに夜、うん、あ、キルタンポの鍋は夜しかないみたいですね。うん、あ、そう、そろそろここ開いてから食べれるらしい。そばいただきます。おい、うん、うまっ。だしもめっちゃ出てるっすね。うん、ソーキ美味しい。おいしいですね、ソーキ、うん、全部入ってる。ソーキも手びちも、手びちか、うまっ。お肉はお肉たっぷりですね。うん、ソーキがめっちゃ太いんですよ。おー、厚みがあってる。めっちゃ長そう。で、このなんかカレーは一応なんか10個米も選べるみたいですね。うん、今回白米にしました。うん、みんなね、何が違うんだろう。ニンニク、すごい。あ、ニンニク多めに入れたのかな。焦がしニンニクって言った、うん、あ、だからブラックなのか、うん、そうそう。匂いがすごいっすね。匂いがすごい、ここまで。間
一番効いた、うん、ランチに持ってこいだもんね。三三六基礎、ああ、好きそうっすね、うん、スープからいっちゃおうかな。あ、そんなにパンチはないっすね。ほのかにニンニクの、ニンニクニンニクってわけではないってことですか。全然ガッツリではないな、一応。あ、でも美味しい。じゃあほんのりニンニクか。うん、あ、さっきまで336いたってぐらいの、うん、通ったんじゃないの。さっき通ったよねぐらいのニンニク、うん、結構でも匂いしないですか。匂いはします、はい、香りはするけど全然ニンニクの詳しいな。香り付けっていうか、あ、うん、香り付け、うん、うまそう。うん、おいしい。自分食べるの遅いんですけど、はい、こういう鉄板で来るから、はい、最後まであったかいまま、ああなるほど、いただきますね。これ緑系がいいですね。野菜たっぷりの緑系、緑系、こんなのこれはダメです。青汁ダメ、青汁はダメですよね。見た目以上にこってりしたいですね、うん、味濃いのかな。でカレーは味はこってり、味濃いめ、うん、味濃い人は好きだはず。ブラック沖縄そばいただきます。タンポポ大好きだった。タンポポインド人が作るカレー、うん、ああめっちゃニンニクよ。でもな、うん、めっちゃニンニク薄いと思ったけど、だけどブラック焦がしニンニクだね。焦がしの風味はめっちゃします。あるある、うん、正月、うん、なんか親戚のおばちゃんの家に集まった感じですね。大きいおばのうちがこんな感じ。大きいおば、あ、そうですね、大きいおばって言いますよね。大きいおば、ひいおばあちゃん、まあ、一番年齢のおばあちゃんのことを大きいおばって、そうそうですね、ひいおばあちゃんの、ひいおばあちゃんのことを大きいおばっていう。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ちょっとね、もろもろさんとよったけのそば食べたんですけど、ちょっと、うん、美味しかったっすね、そばも、うん、けどね、また小腹が空いてるんですよね。別腹なんですかね、これ多分。あ、別腹かもしれない。で、早期入るかって言ったら入れないんですよ、はい、うん、別腹いっちゃいますか。我々ね、はい、このメンバーが揃ったら、はい、なんかスイーツ食べたくなるんですよ。そういう体に出来上がっちゃったんですよ。今回行った小宮食堂さん、はい、まあ、首里になるんですよ、はい、で、ここも首里にあったってことでね、はい、チョコレートデザートラボ、デザートラボ、デザートラボ、デザートラボか、チョコレートって、チョコレートって書いてある。またスイーツダンス見せないといけないですね。中身でよろしょうか、じゃあ、はい、あー、ケーキ、いい匂いしてる。頑張れ、受験生。結構クッキーがね、種類めっちゃ多いんですよ。クッキー種類多いっすね。あ、ほんとだ。クッキーモンスターじゃないですか。フィナンシュですね、これ。フィナンシュ。ちょっとオシャンティーな贈り物には結構いいっす。あ、いいっすね。パッケージもいいっすね。パッケージもです。シンプルで。箱もなんかこだわってて、箱も綺麗なのに入れてくれるんですよ。マジっすか。けどですね、我々クッキーよりケーキなんですよ。クッキーよりケーキ。うわ、何これ。ちなみにこれが、うん、当店一番人気、ショコラっていう、ショコ、キイチゴ入ってるんだ、真ん中に。あ、ほんとだ、美味しそう。で、俺これ気になってるんですよ、いちご大福見て、うん、なんか膜がついてるので、滑らかないちごムースを求める声ダメっていう感じの、うんうん、求める声ダメで包みました。これ美味しそうだわ。え、なんて書いてるんですか、これ。牛皮です、牛皮。牛皮、餅、大福の餅のことを牛皮、はい、へぇ、あと何おすすめですか。モンブランとかが結構人気で。モンブラン美味しそう。栗だよね、これね。栗だ。キンプも待ってる。栗だね。ヨウさん、これ美肌豆乳クリームありますよ。美肌気にしてるんだったら、これ行った方がいいですよ、これ。まだ間に合いますか。間に合います。間に合いますよね。本当っすか。これおすすめです、美肌。じゃあ、これね、本当に洗顔しなくても綺麗になります、ツルツルになります。本当ですか。一番濃厚なのはクラシックが。あ、じゃあクラシックでお願いします。クラシック。すごくこういうふうに教えてくれますね。あれ、昨日もクラシック食べてました。これ似てますね、マジで。誰も人気を注文しないっていう。あと何注文してますか。端っこで歩けば、
端っこロール端っこロール端っこロールって。けど安っ。本当だ。限品限り。限品。ああなるほど。なるほど。じゃあハロそこらった方がいい。あ、ハロじゃなくて。ちょっとそこらった方がいい。ショコラ、はい。うん、ショコラお願いします。じゃあ。常連さんはこの端っこロール2つ買って、うん、挟んでてくる。足足で。足足で。もう1個ですね。ここ外にいい感じ。すごい。目に優しい景色が。はい。目の前はダムでした。ダムみたいですね。ダム。ブラックバス化されたみたいですね。ああ、そうですね。ダムの隣の川ですよね。隣の川。ダムがあって、隣に川があって、そこでブラックバス化されたんです。今は釣り禁止。釣り禁止。で、近くにもダムがあって、はい、もうアマゾン並みに魚がいろいろ釣れる。アマゾン側？アマゾンみたいに。例えば。アマゾンで自分が釣ったことあるのが、まあ、ピラニア。ピラニア。ピラニア。アマゾンじゃないですか。コロソマ。はい。で、南米アロワナも。レッドもシルバーもレッドも釣ったし、はい、でレッドテールキャットも釣ったし、やばっ。あとはあどこですか。あそのダムです。近くのダム。これで釣り OK だった。いや昔は釣り堀だったんですよ。あ もともとは釣り堀で、鯉の釣り堀で、うん、でまあそこ釣り堀なんだけど、車が横付け簡単にできちゃうもんだから、みんなあの逃がすんですよ。あなるほど。魚を。あ釣り堀に。そうそうそう。あいいや。だからもうナイフとかはいっぱいいるし、で石こう。ナイフって何ですか。ナイフって魚がいるんですよ。あ、まあ、あれは普通にいっぱいいるんです。でテラピアいるじゃないですか。こっちテラピアが、うん、あのアーリーシクリットって言って、あのアーリーってテラピアに行ってる青いテラピアがいるんですけど、はい、それと交尾してもう全部テラピアが青いみたいな、青とピンクのテラピアが釣れたりとか、うん、ものすごい気があったっすね。恐ろしいダムがあったってことですね。うん、懐かしいです。なんか給食に出てて。出てました。じゃあいただきます。なんかめっちゃオシャンティーっすね。オシャですね。なんかこう一番出始めのこう、あなんかやり始めこう公園と全く違うですね。そうですね。なんか変わってきてる。おじさんから雰囲気も良くなってきてる、ね、雰囲気も良くなってきてる、ね、うん、ただのおじさんから変わってきましたね。スイーツダンスのレベルがどんどん上がってどんどんおしゃれなところに移動してってる。最後どうなるかな、ね、じゃあ食べていきましょう。みんな最初サーターンダギーが置いてる場所に行ったからね。まあ美味しかったんですけどね、はい、いただきます。このいちご大福、はい、最高だろ、はい、すげえでかいなこのいちご大福。いちご何個入ってんだよ。すごすぎる。あいちご大福中どうなってるのこれ。好きなんだ。あ牛皮にクソ詰まれてますね。いちごの。おお。この餅が意外と切れない。ドビドビ系。うちばいりじゃないですか。うちばいり。ミートミートでしょ。うわ。よし。もちろん。やってます。うん。やば。美味しい。最高。最高っすね。やばいっすね。やっぱスイーツは幸福感が得られるからいいですよね。うんうん。幸福、幸福感、なんか幸せだなっていう、あ笑顔になるっすよね。笑顔になるですから大事なんですよ、この人生に、うん、幸福感を得るのなんかね、うん、すごいイチゴの匂いが。そうですね、うん、なぜこれスイーツ食べると幸福感が生まれるというと、うん、血糖値が上がるみたいなんですよ、うん、で、それを下げるためにホルモンが出るらしいんですよ、うん、脳から、うん、それでなんか幸福感を得られるらしい。へ、そう。今、右脳からどんどん今幸福感が出てますね、今幸せな感じになってます。幸せな感じになってますね。じゃあ、いっちゃいましょうか。じゃあ俺これ、行きましょう。甘い音にコーヒー、またいい。ガトー。ガトーショコラ。綺麗な三角でも上かみたいです。綺麗な三角。チョコレートを味わいたいって言ったら、これをおすすめしてくれた。おすすめしたっすね、うん。やっぱ言うべきなんですね。ああどういったケーキが欲しいって。はい、うん。じゃあ、店員さんがアドバイスしてくれるから。どうしよう。うん、最高っすか。うん、まだほら口の中にいる。チョコレートがっすか。チョコレートが濃厚っすね。濃厚濃厚。あーすごい美味しい。これやばやばすぎ。ちょっともう一個買っていこうかな。マジで美味しい。これ美味しい。あキャラメルが後から入れるんだ。はい、あそうっすね。下にないっすね。下にないね。
美肌豆乳プリン。これでも美肌じゃないですか。もうやば。キャッチコピー美肌マンになりますね。そのまま食べてみたいので食べてみていいですか。いただきます。やば。超すごい。なんか豆乳なんですけど、豆乳なんしないっすね。マジっすか。豆乳なん。滑らか。滑らかっす。超滑らかっす。ふわふわしてます。味変。キャラメルはそのまま飲むんすよね。これ、あれっすね。なんか感覚的に、あれだね。ピーナッツ豆腐みたいな感じの。ジーマミ豆腐。ジーマミ豆腐のね。ジーマミ豆腐頼んだろう。おじさんが食べたらジーマミ豆腐になるんですか。ただのジーマミ豆腐。上からかけるってなんか葉物の。お、超甘さが増して、はい、ジーマミ豆腐だ。でも、ブーブーってキャラメルの味が濃くて、なんていうんですか、このプリンのあれと一体化して旨味が増して。美味しいですか。やばい。止まらなくなります。ああ、なるほどね。これスプーンが、うん、先っちょこう尖ってるのを先割れスプーンっていうらしいんですよ。うん。うん、先っちょだけこう学校の給食。これ学校の給食のやつにもあったじゃないですか。あった。これ何のためにあるでしょうか。ん？これ？先っちょの？先っちょなんで割れてるか。先割れスプーンなのか。学校とか。あ、これだから刺しても抜けない。違う。ん？なんかギャフみたいなやつ違うか。なんかあれでしょ、すくって食べたり、刺して食べたりできるんだよ。ん、刺す、まあ、正解です。まあ正解は、スプーンにもなるし、うん、フォークみたいな用途にもなるかなっていう。おー、学校だと、フォーク一つ増えるだけで、すごいまた、うんうん、あ、確かに。あ、それをまとめたっていうところが一番、そうメリットできるのか。でこれでパスタこう、こういけるパスタパスタ、まあ、頑張ればいけるのかな。あ、端っこ。端っこでもないけどね。綺麗だけど。端っこじゃないっすね。超ふわふわ。苦っ。すごい苦みを感じた今。甘っ。すごい甘みを感じた。甘いですかこれ。甘いですかこれ。なんか甘っ。なんすかそれ。端っこロール。うまっ。なんだこれ。ふわふわ。超ふわふわ。クリームもなんか甘すぎず、いい感じですね、これ。ふわふわ、幸せ。牛乳飲んだつ…牛乳これなんすか、コーヒーですか。いや、違うんですよ。なんすか。全然まだついてるんですか。ミルクセーキですか。ミルクセーキ。あー、甘いっすか。ミルクセーキ飲んだことない。甘いっすよ。甘いんですか。ミルクセーキ。なんか死にいい匂いする。なんだろうな。ケーキ屋さんに入った時の匂いする。ミルクの甘いやつバージョン。ビロプリン食べたせいかなんか肌が、あ、本当だ、白くなってました。ツヤツヤして始めた。美肌効果すでに現れる。これ何これ。さっきの店より盛り上がってるっていう。ツヤツヤさんの方がトークが弾む。あ、中もちゃんと綺麗ムースっぽい感じ。うわ、めっちゃいいこれ。うわ、とろける。あ、中にラズベリーの。ラズベリー隠し味。隠し味入れてる。あ、そのまま入ってるってことですか。新しい。ラズベリーが冷凍で入ってる。冷凍口開けてみます。これは人気っすね。あ、美味しい。あ、通って人気見なかった。あ、ここに感動するみんな。びっくりするんだ。あ、うん、これ下硬いんですか。なんか下まで行ってないんじゃないですか。あ、下まで行ってないですね。押し込みが良かったですね。なんかビスケットみたいな感じですか。あ、クッキーだ、さらに。あ、下がクッキーになってんだ。クッキー。あら。二つの楽しみだね。クッキーモンスター。味、三つ。三つの味を楽しめる。あ、違う違う。途中にキャラメルが入ってる。塩のザラザラが。すごい。うん。これいろんな、あれじゃないですか、味。すごい、これ。それが当店ナンバーワンすわ。うん。これシャンティになってきた。こだわってる。作ったらモテるよこれ。モテる、モテるっすね。あとこっちタイルがついてます。タイル。どの層からモテるか。ちなみに。
ホワイトチョコの汚い汚いねついてマイクにもついて あれだ、餅が伸びてパチンってなってるのに、だからなんだかな食べるの変なくそ違う違う、上手だったんだよ上手だ上手だったけど、いや、美味しかったですね、はい、はい、ということで今回は小宮食堂で、たくさん食べた後でも別腹は存在するでした、ご視聴ありがとうございましたありがとうございました